警戒されるのはされるだろうという、はい、ところだと思うんですけど。そうですね、本当は突っ張るはずだったんですけど、まあ、自分の、稼いで、まあ、ああいう形になってしまって、チルには本当に迷惑かけたなと思います。その後はどうですか、ちょっとジャンだったり、まあ、岩津さんだったり、まあ、そうですね、ちょっと判断がちょっと迷ってしまって、まあ、結果的にああいう風になっちゃった。まあ、宿命といったら、うん、今後もそうですね、まあでもこういうレースばっかりやっちゃってるんで、最近本当にもっと、まあ、考えて走んなくちゃなと思います。必ずそのみんながこう超えていく、はい、今そうですね、はい、G1 になればよりあってもそうですね、はい、ちょっと悔しさばっかりが残るっていう感じですね。はい、そうですね、はい、G1 の準決っていうのもなんかそのイメージはそうですかね。いやもう、まあ、やれることやるしかないんで、うん、まあ、本当にこれからこの舞台、G1 順調にどう戦うかが、そうですね、まあ、まあ、まあこれから先長いんで、まあ、自分らしいレースができると思います。最終レース、はい、はい、うん、大事なところでこういう連携になりましたね。はい、そうですね、頑張ります。まあ、岩手の時なんかでも連携があって、うん、はい、ちょっと、そうですね、気持ちとしてはどうですか、三谷隆一さんと、あとはちょっと浅井金子さんの前後は聞いてですよね。はい、全国共に頑張ります。うん、はい、まあ、G1 の順天で竹田と走れるっていうのは、はい、まあ、一つ の、 その、まあ、目標の部分っていうんですかね、大きいところで連携というのはあったと思うんですけど、はい、その緊張といったワクワク感というか、はい、そうですね、うん、はい、かなりこうグッと責任もあるだろうなっていうのは、ね、そうですね、はい、うん、しっかり主導権を取って、はい、そうですね、主導権を取って、うん、まあ、今日の分頑張りたいと思います。うん、はい、ありがとうございました。